大きな短パン。私ってそんなことで悩んでる。役に立ってるに決まってるでしょ。だってシトロンなんとかって技。シトロン、そうよ、それそれ。やっぱ私ってそっちがほん。何メガネキャラのギャグみたいなこと言ってるのよ。だってメガビュの中でも私ってバトルで特にお荷物になること、それ以外でもちゃんと戦えるようになりたいなって。さっきも春に同じこと聞いたら、俺が守るから平気。なるほどね。確かに守ってもらえる。それともちゆりちゃんは春雪に抱いてません。でもちゆりはまだいいと思うよ。シトロン、私も家事で貢献することの方が多いから。リズサレンに比べたらちゆりは自分にしか出で、でもゲージ貯めるためにリズに比べたら全然足なんだか私たちお互いダメアピールし、あれそうかねえちゆり、気晴らしも兼ねてちょっと、こういう風に目いってる時はやっぱり体を動かして発、それにアクションの反復もできればリズそうだね、オッケーやろ。そういえばお互い同じ打撃属性の攻撃よね。ああ確かに、打撃ってゲームだと何かと影が薄いよね。攻撃力はそこそこ悪くないのに、なんだかしら。だったら2人で打撃の利点を見つけようよ。斬撃にも一つ攻撃にも遠距離攻撃にもない打撃ならではのアドバンテージをさ。いいわねそれ、思いっきりいくよ。危ない。よっやっそれよっ、私の勝ちだね。